こんにちは、こんばんは。やっほー。カラオケなんだけど1時間も、どうしようかな。1時間、から終わろうかしら。1時間かな。何を歌おうかしら。だから君が好きなのか。いいね。これ聞こえてますか？聞こえてるかな？あ、電気入れてないわ。オン。オッケー。オッケーオッケー。これをね、大きくしてね、これをちっちゃくすると。あー。お、すごい。これがあれか。すごい。泳げたい焼きくんは4位だ。
花は波を思い静かに咲く頃だろう。語ることもなく風の中で、それまでの季節で声にしなかった叫び、太陽が隠れてる時に寂しくはなかったか。君のことをずっと見てた。他にいっぱいいてもなぜだか一人気になってた。僕と同じ匂いがする、似たようなタイプと遠い場所から想像していた。話してみたいって思ったけれど拒まれそうで僕はためらった。君のどこに惹かれ心が揺れるんだろう。生活なんて知らないのに肩肘を離さずに空を見上げている。鳥たちが横切った時も孤独だと感じずに、足りないものを数えてたらそうキリがないから、手にしたものを大事にすればいい。周りが思うほど不幸じゃないと埋まる愛を君は信じてる。花は何を思い静かに咲くのだろう。語ることもなく風の中で、それまでの季節でなかった叫び、太陽が隠れてる時に寂しくはなかったか。人は誰も変わってゆくけれど、土に根を張って君は何も変わらず、ただじっとそこにいる。1ミリだって動かない、君が好きだ。花は日差し浴びて語ることもなくありのままで、君のどこに惹かれ心が揺れるんだろう。私生活なんて知らない肩肘を張らずに空を見上げている。鳥たちが横切った時も孤独だと感じずに、だから君が好きなのか。だから君が好きなのか。音どうでしょうか。これが、あー、どうしよう。
しよう。何がいいかな。途中経過いいですね。ノイズすごいな。まだ工事中のビルの屋上で背の高いクレーンだけがシルエットになる。夜明けは静かにそっと近づいて、新しい希望と勇気をくれるんだ。ざわざわした不安のせいで眠れなかった。カーテンの外の世界にスタートするよ。だから人生は何度でもゼロから始められる。どんなマイナスも途中経過、ああすればよかったと後悔をしているなら、過去なんて忘れて自分に言うんだ。今日やればいい。太陽は昇り窓に反射して、存在を教えるように語りかけてる。誰かがいつでもちゃんと見守って、これからの夢とか愛とかくれるんだ。期待さプレッシャーで失敗しても、カレンダーめくるだけで全てが変わるよ。だから人生は長いんだ。マラソンみたいなもの、過去はその時の途中経過。手遅れたタイムなら先で巻き返そう。一体無駄せてもいい気になるなよ。明日は明日。
展開。順位は運次第、周りと比べるな。まだまだ先は長い、やり直せるさ、走り続けろ。人生は何度でもゼロから始められる。どんなマイナスも途中経過。ああすればよかったと後悔をしているなら、過去なんて忘れて自分に言うんだ、今日やればいい。次、なーに、なーに、君は僕の風、ワルキー。ああ、いいね、ワルキー。君は僕の風だ。どこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる。胸の奥を吹き抜けるみたいに、君は僕の風だ。廊下を歩いてて、その角を曲がってくる気配、すぐにサーチしてドキドキするんだ。放課後のこの校庭の、どこに君がいるとしたって、そっと目を閉じればときめきで気づく。恋をすると人は誰でもかなり敏感になって、アンテナみたいにキャッチしてしまうのかな。離れてても見えなくても、君のことが気になって引き寄せたいと願う気持ちが何かを変えるのだろう。どこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる。胸の奥を吹き抜けるみたいに、君は僕の風だ。彼女、違う、ワルキー、ワルキー。
今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞って、ハートをつってみた。甘いため息ひとつちなりと見ておねだりするの悪気、筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるわ、上腕にドキンってセクシーだね、これを持って帰るよ。でも本当は本当、あこれはみんなの声は変わんないのかな。何も釣れないわ、何がいいかな。サマーソング。目はあのあれですよ。涙袋を作ってるだけです。
見てたし、いいね。ああ。もしも悲しいことに出会ってしまった時は、私を思い出して微笑みかけてあげる。誰もいない体育館、壁にもたれていないで、抱え込んで悩むより、教室に帰ってきて、大丈夫、変なチョコな私でも愛はいっぱい、いつだってあなたのそばにいるから、時間をかけて立ち上がろう。何があったかなんて話さなくていいよ、涙流しても恥ずかしがらないで、人は誰もそんなに強く生きられない。声をかけたいけれど、今はそっとしておく、これだけは覚えてて、一人じゃないってこと。いつだったか踊り場で、私が泣いていた時、カバンそっと手に取って、帰ろうって言ってくれた。大丈夫、変なチョコでごめんね、だけど頼って辛いこと解決はできないけど、一緒に持てば楽になるよ。そう、私の前ではかっこ悪くていい、いつもはかっこいいって知っているから、人に見せない弱さを抱きしめてあげるよ。時間をかけて立ち上がろう。何があったかなんて話さなくていいよ、涙流しても恥ずかしがらないで、人は誰もそんなに強く生きられない。これみんな知ってんのかな。ヘナチコの振り付けはね、ヘがめっちゃでくて、これヘ、ひらがなのヘですね。ヘの超高な歌詞がいっぱい、ハト、あ、ヘのあの最初のヘも一緒ですね。ペアでヘを作ってるの、あれだから、左側の人はこの曲げなんだけど、右側こうみんなから見て左側か、うちらから見て右側の人は手伸ばしてんの、へーってやって、でこうなる、このへになる、超コーナー、また面白いでしょ。
本さん、パンダタワーありがとうございます。そうなんだよ、実はいっぱいあるチームエイトの曲はマジでこだわり抜かれてるから、ジタバタとかもエイトがめっちゃ出てくるからね。まだ最初チュージュルルーちょっと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 エイトとかダントンですよね。あ、サビか。これも手でエイト作って、ここの丸と丸で、これもエイト、こことここのエイトで、ここもエイトね。面白いでしょ。47は知ってるでしょ。これ4 10 10ね。で7って7書いてのすって、北海道、日本列島、沖縄です。実はあの町へ、これあのマイクのさ、スタンドマイクをこうやってやってる。本当はいいなかな、いい子、近くなる。そう、エイトはずっとだいたい一緒の方ですね。成功到底もね、マジで面白いの。いやこれ西と東で振りが分かれてて、だからね、1とか、あのそのイベントで例えば成功到底やりますとかでも、西は上、東は下で、正がこうで、東が底になってるんですよ、ちゃんと知ってた？成功到底、典型的なそういう出来事、こんなにも、これ一緒か、いるのに季節が過ぎて、ここもエイト、シェイコエイト、だよね。そうだから、誰がどこにいても、たとえポジションが変わったとしても、西は上で東は下なんですよ。で、最初のあの、エイト、エイトってやつも、東が先、西が後なんですね。アドレナリンとかもする。ここでエイト作って、チュ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 。まずすぎて、エイト。だよね。星空もそう。星空、あ、イントロが面白いかな。チャ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 。チャ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 。これは日本列島を表してて。東？西？やっぱり東でしょう。ちゃーちゃ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 なんですよね。面白い、これは。東西東。ちゃ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 、これも東の曲なんで、東がメインですねみたいな。蜂の巣もこれ最初からもう蜂の巣を作ってるしね。ダメになって、へえ、みんなで、うん、蜂の巣はなんだろう。蜂の巣はもう、蜂の巣って
2番全フリーだなの知ってました？2番はね、もうやったこと披露したことはないんですけど、2番はですね、もう A メロから全部フリーなの本当は。ラララララララみたいな感じで、そう、もうなんかチームエイト、逆にチームエイトの良さが出るよねって思った。チームエイトだからもう塊になって騒いでれば大丈夫だよっていう振り付けそう、2番はらしいよ。そういうことらしい。面白いでしょ。あとは何かあったかな。あ、天の弱バッタとかめっちゃおもろいかな。もうよ、飛んでるしね。いくつに、いくつとかね、つにしたりするんですよ。いくつになっても私は中二病、この中二の2で中二病。あとなんかあるかな。熱狂はもうなんかもう情熱的な振り付けが多いかな、割と。燃えてーとかね、これ絶対火ですね。いるかい、たった一つだけ、一つ情熱。あ、ルートだ、ルート。高い山を登る、これね、数学のルート書いてるんですよ。ルートってこういうルートあるじゃないですか、ルートなんちゃらみたいな。ちょっともう私書き方忘れたけど、こういうやつ、ルートそれは一つって感じ。そう、これを横に見てる。横に？うん、ルート。こう見てるって感じ。ルートとこの道のりを全部かけてるルートとルートをかけてる振りになりますね。こう見たらだからこうルートになるでしょ。面白いよね。さあ何歌いましょうかと。くれないキス、抱きまとしてビスキーとコーティングしてビスキーまで赤い唇から捨て
ようかな。はなちゃん、唐津城タワーありがとうございます。唐津城タワーありがとうございます。抱きしめちゃいけないんだ、さよならが言えなくなるから。僕は君に冗談言って余計に悲しくなる。抱きしめちゃいけないんだ、君のこと「靴の紐を直すふりして愛しさ我慢してた」どうしようかな。飲み物持ってきます。一難去ってまた一難。Thank you.
味しいよ、これは。これはね、友達が一口くれたんですけど、ハマってるんだよねみたいな。グレープフルーツをねの方くれたんですけど、一口飲ませてくれたんだけども、美味しかった。グレープフルーツじゃなくて、私はねオレンジにしましたけど、今日はグレープフルーツも美味しいよ。そう、果肉入りだからめちゃめちゃ果肉が入って、見えないか、見えないよね。さあ最後のくらいの曲ですかね。コンビニにあるよ。一年さてまた一年、ぶっちゃけありえない、制服着てても二人はめちゃくちゃタフだし。クグタスの空歌えるかな。あ、いいね、クグタスの空。そうしましょう。歌えるかな。僕たちの世界は思うより小さすぎて、そう息苦しくなる。新しい誰かと出会って話したいなら、そのドアを開けてごらん。日差しの中で輝く命、小鳥は歌い、花は風と踊る。ガーデンで空に手が届くか、かかとを上げてみようか。遠い空、1ミリ低くなる。空に手が届くか、心を背伸びしようか。白い雲がさっきよりも少し近づいたかも。
届くか、かかとを上げてみようか。遠い山が1ミリ低くなる。空に手が届くか、心を背伸びしようか。白い雲が先よりも少し近づいた。空に手は届くよ、自分を信じればいい。もっともっと理想を高くしよう。空に手は届くよ、みんなと肩に合ったら、いつの間にか僕の指の先は宇宙まで行く。懐かしいね。ググタスの空、私大好きな曲です。それこそ山梨でセンターをやったんですけれども、ずっとやりたくて、ずっとやりたかってようやく山梨でできたんですよね。実はしかもググタスの空って撮影コーナーだったから、 YouTube とかにね上げてくださってる方も多いんですよ。嬉しいな。ググタスの空、目を開けたままのファーストキス、欲望者っていうね、結構上がってますね。すごい。じゃあどうしようかな。これさ、MV の衣装とか MV の雰囲気が私好きなんですよね。いいよね、この感じがすごく好き。じゃあ終わろうかな。あ、タワーだね。オムライスさん、音符、キラリさん、なんだっけこれ、ちょっとお名前だけ呼びます。横吉さん、一旦飛ばして、インチュさん、ミーツさん、サヤリンマルさん、ジンロクさん、ユタポンさん、オムライスさん、ノーティーさん、ありがとうございます。そしてあのねさんも、パフェツタワー、ありがとうございます。欲望者な、誰だっけな、誰かがめっちゃ苦戦してたイメージ、なんかみんな苦戦してたらしい、クセしてたっぽいけど、新しい誰かと出会って話したいなら、喉を開けてごらん。はい。
今日は何日？今日は 18？ もしかして？早いね、18ですか。そうですか。早いですね。それでは、終わろうかな。今日はね、いろんなことをしたので、この辺で終わりたいと思います。13位沖正義さん、12位ゾンネさん、11位ユタポンさん、ミッサーノは10位チャリングさん、9位オニオンナイトさん、8位ベルちゃん会長さん、ミスさんは7位横吉さん、6位誰？6位つむじかぜさんですか？4位プリキュア、5位オムライスさん、4位園長さん、ミスさんは3位キュアホワイト3位ほのちゃん、2位竹本さん、1位あのゆさん、ミスが最高でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆様、明日もからも頑張りましょう。さようなら。おやすみ。休みー。